コンペータありがとうございます。あれがあれしておー！おめでとうございます。6日ですね。おめでとうございます。一緒にお祝いできますね。ここのサイネムかな？ありがとうございます。3月11日今日発表されたんだ。あ、ありがとうございます。どうもコンペータありがとうございます。あん、覇者歯車か歯車ありがとうございます。レイモンスターありがとうございます。 につうーん何だろう分からない <laughs> 手つなわりあ今日りかさんの髪色めっちゃ可愛かったですよね3月始まりましたね2日間くらい見に来れてなかった気がする嘘そうだっけそうだっけ歯車か劇場でココハちゃん見れる日が来まるお いつですか楽しみ3月12日も出るのここかあ十1112も連続なんだ56も連続でーす S 公演入りたいはがとでも間違えた歯車だよね3月自己紹介出すああのねあのハートの あのサイレムカラーのさよく気づいたなと思ったんですけど <laughs> 順番変えたのは別に特に意図はなくてなんかまあそのショールーム内でさその公式に決めるのはちょっとまあなんていうのこう不況不況というかなんていうの難しいから公式で順番は決めないけど黄色真ん中にしたら見つけやすいですよっていうのを言ったからそうしようと思ってそうしましたあ,ありがとうございますもう一回当たっておお マリンさんの生誕ラブマリンズの皆さんが入ると言たら私は嬉しいですねせん <laughs> ブロ候補です了解さてどうしようかあ当たったのかこれはあそう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 黄色の話してきたから変えた歯車ありがとうございます初見コメントありがとうございます 青黄色緑で覚えてえ最高それは真ん中黄色にして,振っておっありがとうございます12見に来てほしいよ何でも気がつくよろしく <laughs> 3月11と12おすすめはえー、っと11が目で12が S だよねえわ、ー、かんない わ <laughs> かりません、ね、どっちもね <laughs> どっちも結婚してあごですオレンジ <laughs> 怪我ね怪我ね気をつけるけどねなんかそこはね結構安心してほしいところではあって今まで怪我をしてきたことがなくてスポーツとかやってたのに丈夫な体なんだかもしれないええー、知ってるよ座席による そっか座席はまだ分かんないのか一旦当たったって感じかみんな <laughs> あー花粉やばそうバレエやってた時もねなんかバレエができなくなるような怪我はしたことがない突き指とかはもちろんあるんだけどそのできなくなる怪我はしたことがないですね両方投げて当たった方あそういうこと <laughs> っていうかね今日 えここはもう不足だよ不足だよ <laughs> 今日配給見に行きました今日配給見に行きましたいやー行けてよかったいやーなんかまあめっちゃ見ようとか思ってたわけじゃないんだけどいやそういうんやもう今日見ちゃえばよくないみたいないそうお買い物行っててであ 映画館あるやん見ちゃおうみたいな感じで見ました名古屋でそう名古屋で初映画したハイキューめっちゃ面白かったってかもう泣きすぎちゃったもうね序盤序盤もうほんと序盤にで泣いちゃってそうでもなんかあっという間なんか過去一 あっという間に終わった映画だったかもしれない。<laughs> 配給六日最前どせえー、すごくないそれすごくない <laughs> すごそう買い物ついでにやほほん一番に鉄鉄男でも本当にわかんないのよもうなんか話題に上がらないというか <laughs> だからちょっとわかんないんだよ。 いやいやここはさマジでさ今日改めて感じた映画はちょっと一人だわって <laughs> いやいや本当にさ映画が見てさ泣かなかったことがないんですね自分でなんか泣かなかったことがないから人まで泣きたくないからやっぱ映画は一人だなって再確認しました <laughs> <laughs> ハート歯車ありがとうございますおっ6日当たっていくよ6日はぜひマリンさん 会いしましょう手品めっちゃ楽しくおよかったってかね最高じゃんね今日入れてポップコーン食べてない25本すごっ6 <laughs> 日まだ石版えなんだよ出てないのかよ <laughs> あ花粉がやばい今日パリさん生活やえー、マジか目も鼻もやばいな6日いや6日はね振らなくていいのよ <laughs> 6日はね振らなくていいのよ6日は じゃあ、降らないでください。<laughs> もし来る方がいたら。ね、風強い寒い。三四日ぐらい仕事。あ。待ってます。待ってます。僕、あの、え、ごめんね、なんか。こっちで運使っちゃったみたいな。それはごめん。ぐっす。わ、ありがとうございます。嬉しい。 スカーシー列センターおおセンターすごいえ最近ずっと花粉だけどなんか今日結構やばい気がする今年花粉症だからまあ毎年のことではあるんだけどねガンダムガンダム一人でこガンダム見たことないなまあねユニットねくしゃみ出るよねえー ちょっとした仕掛け楽しみすぎるんだけどそれは <laughs> 何それ <laughs> クシャって呼んでるのかと思ってた真冬の寒さなの三日やばいね三日ラスト名刺じゃんもう名刺ラスト名刺三日が うおセッターすごいな感傷対策今んところ何にもしてない <laughs> 今んところ何にもしてないですサッカーなの雪やば三3日ええー、分かんないどうなんだろう分かりません雨はやばいあそうなんだ オロタンファンになるいやーもうそれはもう生誕なのでねもうもうモルタンさんファンになっていきましょうよ <laughs> 寒いよねいいじゃないですかいいとこ止まっちゃってあそうなんだ何があるのか 公園ポンポン投げない。今年は十二期生と花見しますか。花見ね、確かに、お花見。お花見,お花見ね。<laughs> あんまり考えたことなかったけど <laughs>。したいですね <laughs>。解禁、お、ありがとうございます。一番可愛い。ありがとう。 実家のおしと壊れて散々 <laughs> やばお花見したことありますよあるけどもう当分してないかななんかちゃんとしたお花見はえー、名古屋城桜見れるんだ名古屋城でももう一回行ったからね一 <laughs> 回行ったからお花見ね お花見ねなんかもうちょっとあったかかったらねいいよねそう3日がラスト名詞です名古屋城いまだに行ったことないここはもうこの間初めて行きましたよ車の中、まあいいね車の中がいいかも桜はまだ咲いてない気がするまだ見てない花よりここはん Thank you <laughs> まだ寒い何年も名古屋行ってるのに ん花見のあと何する花見のあと <laughs> 帰る <laughs> 3日お待ってますよ待ってますよメ食う場合ないたまあまあでも何かレア感もあるしね締めのラーメン <laughs> そういうことえ6年ぶり嬉しいな6年ぶりがここハでめっちゃくちゃ嬉しい待ってます 幕張前後あそうなんだおお手紙書いてくれたの楽しみお酒の <laughs> お酒考えがない、まだないからな明日制服の目だね制服の目目し4日なくて5が制服の目6が S です そう花粉がねほんとでもさ今日映画見に行ったんだけどさなんかマスクとかせずにいたけどなんか耐えられなくなるほどの花粉ではなかったけどやばいねこれからが心配マジで病院行こう <laughs> 寝落ちまでがワンセットいいね幸せじゃん きんらごぼうじゃない間違えたコンペイトありがとうございます <laughs> もうやだー間違えちゃうからやだー映画見て一人でご飯食べて <laughs> 一,人で一人休日満喫してた逆,逆とは逆って何 <laughs> うれしいよね、マジで。もう公園めちゃめちゃ出たい人間だからめっちゃ嬉しいんだけど。制服の名刺知り確かに <laughs>、えー。え、か柑橘つ系いいんだ。食べようかな。いや <laughs>、CD 買ってないなぁ。カウント出るよね。うわー、そうなんだ。ありがとう。明日のために今日頑張ってくれて <laughs>。11、あ 当たれ当たれ <laughs> 明日劇場え十12期初めて見る本当ですかぜひぜひあのみんな素晴らしいので <laughs> 覚えていただけれたらなと思いますよば呼んでない間違えてるだけだから <laughs> 気づくと寝落ちそういい休日昨日は今日はフルでね ちょっと間違えちゃいました寝落ちは僕のと特許特許離れない体調ねで花粉でさ体調崩すなんか花粉むず <laughs> <laughs> え、ココハチの生写真撮られたおありがとうございますこんばんは 悪質,ら悪質じゃないよ良質だよ毎日見てるそのたあいいじゃんいいじゃん横浜の赤レンガ倉庫前で寝どういう状況 <laughs> 6日まで寝れないかもえー、めちゃめちゃいつもよりたくさん寝ていい状態で見て <laughs> 喉に影響出るあそうなんだココハは結構頭が痛くなっちゃうかもな花粉ででも別に 頭は大丈夫かな <laughs> 痛くても <laughs> 今月もコハちゃんとモロタンがセットでおっすばらしい,いやいや今気づいたお今日も来てくれてありがとうあ,ありがとうございます赤レンガどういう <laughs> ブルーシートの上で寝てた人 <laughs> 赤レンガ赤レンガ寝、ね、落ち 初めての単語 <laughs> えマジでちょっと配景みんな見てくださーいあ赤レンガのイベントあったんだ赤レンガ倉庫さ横浜行った時行かなかったんだよねだから行きたいなサンスカプセル <laughs> あ乗せ嬉しい 本編知らなかったらで面白いと思うけどえどうなんだろう本編しあでもうん基礎知識も全くのゼロだったらちょっとわかんないかもでもなん,かなんとなく知ってる人だったら全然めちゃめちゃ楽しめると思う,思うかな <laughs> でもな,なんて言うんだろうこう知っててこその感動ポイントがめっちゃあるかもしれないから なんかああの時ああだったのがこうなって涙涙みたいな <laughs> 勝手にそういうのがあるからいやでも分かんないな <laughs> てかさあゼロ <laughs> いゴムステマの決戦の映画なのよゴムステマの決戦の映画なのよ今回 <laughs> てかさその映画館入ってみてたさ日の明のさ映画のさ予告やっててさ やばいマジ楽しみになった4月から多分アニメが始まって8月2日に「ひろか」の映画やるんですけどもうやばい「ひろか」の映画はさ前回の「ひろか」の映画も映画館に見に行ったんですけどめちゃめちゃ楽しみになったよね普通に <laughs> もうね配球はねシーズン6ぐらいまであるんじゃない 勉強しヒた,た広カ映画はねまあでもまあまあまあ戦いだよね <laughs> 映画のキャラが本編にね熱い激熱いマジ広ロの映画楽しみアニメがまず楽しみだけど <laughs> 今回気になった 予告見て気になった映画はなんかあの佐藤健さんが出てる映画ちょっと何ていうやつかは忘れちゃったんだけどあとなんかあの変な家の予告もやっててでちょっとさなんか怖い系かなと思ってあんま別に見たいって感じじゃなかったんですけどなんか予告見て なんか人間の怖さ系だったの予告見る感じこれ大好物なのね <laughs> 人間の怖さ系大好物だからちょっと見に行きたいなと思っちゃいました変な家知らないんだけど原作とか原作知らないんだけどちょっと怖いやつかなと思ってちょっとなんか全然マークしてなかったけど予告見て見たくなっちゃいました <laughs> 変な絵面白そうだよねあそう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 4月になれば彼女はってやつそう,そう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 それ人間の子酒系の映画好きなんですよねこんばんはそれが面白そうでしたねドロドロっていうかなんだろうでもなんかミステリー系とか好きだから めっちゃ見たあっだよね勉強, <laughs> 勉強でも結果的にできてるってことだもんねゴールドボーイえー、何だろうゴールドボーイこんばんはいやマジで久々に映画館行けてよかったですね最近行けてなかったからうん。<laughs>

ででも語れなないいじゃないですか普通に考えて <laughs> だから見た人と話したいんだけど <laughs> 人のドロドロ関係は遠くから見るのが一番 <laughs> ポップコーン買ってなーいえ今日はねえっとねうーん下手ブロック通路側に座った。<laughs> 劇場みたいな言い方して。八十五話なんだ。きゅでも、あっという間に見れると思う。暇だったら、えー、行ってみて。下手、下手ブロックの。通路側に座った、今日は。 てか今日卒業式だったんですねなんかいっぱいいたなんか花束とか持った人が高校生ああ卒業したんだっていう感じの人がいっぱいいましたでここはもう1年前卒業したってことですよね紙手最高あ結構前の方に座った妹おおめでとうおしめからレッスンもらえましたか <laughs> いやーちょっとねまあまあまあ勘違いしてもんかちですからねちょ目合いました おにぎり確かにおにぎりやればいいねえそういっぱいいました卒業もやばい確かに亜美さんもか卒業式の思い出で印象に残ってることへえ j q ブランドなくなるよ、ね、そうそうそう去年なくなっちゃいましたええな何だろうなうーん1年経ちました 卒業式はね、泣いいてない全然なんか振り返ればさ高校生楽しかったなって思うけどさ当時めっちゃこう学校とか嫌いだったからなんか別に何かがあ,あるから嫌いとかじゃなくてなんか普通に嫌いだったので <laughs> そう別になんかその原因があって嫌いだったとかじゃなくてなんか普通に嫌いだったからあんまり寂しくもなくて <laughs> あんまり寂しくもなくてだから泣いてないんですけど。 13年おおあみえちゃん卒業式もうすぐなんだダンスはね苦手ですねグレてないですよまだ4年しかおいいじゃないですかあそう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 通ってる最中はね嫌いなんですよ年齢そばれちゃうよ勉強まあまあまあ嫌いだったけど <laughs> 卒業式は好きやなかったんですよね <laughs> でも何だろうな卒業式の思い出か えー、全然な何だろう何かあるかな何かあるかなうん <laughs> いやでもなんかうん <laughs> だって卒業式の思い出いや卒業してますよちゃんと。 直近の卒業式覚えてすそののの個個前、えー、一個前え記憶あるのすごい高校の卒業式かあーでもあれだなんか卒業式終わった後に教室に戻ってあのー、なんか一人一人なんか親への手紙を読むみたいなコーナーがあってそうそれはねなんか泣きそうになりましたね さすねみんなの前で読まなきゃいけなくてさ <laughs> ちょっと恥ずかしかったけどさえぜえー、そうなんだ黒板に落書きしたんだでもめっちゃ青春 <laughs> ねりょうつ写真数決定したね素敵でしょでも恥ずかしかったよちょっとでもさなんかみんな真面目に読んでて偉いなって思ったそういうところでさふざける人マジでちょっと嫌だからさ <laughs> <laughs> そうだからみんな真面目に読んでてよかった中学卒業の時はみんな仲良かったから寂しかった卒業式ねな,なかなかなかったなどれも教室あええー、学校じゃないとこでやるんだ武道館です業武道館いいなそうめっちゃ時間かかった <laughs> ここの制服はね家にありますよ <laughs> 広島の <laughs> 真剣に読んでください <laughs> それぐらいかななんか思い出とかイベントが直近だったからそれだったのに用意機会あるかもしれないえー、それぐらいかな 武道家らしいいいね格好じゃななとこでやるんだなんだかもうあっさり卒業式終わっちゃってでなんか打ち上げとかもなんか開催されてたけど大人数が得意じゃなくいから行かなかったんですよでなんか別に髪も染めたいと思ってなかったし <laughs> だからなんか普通になんかしれっと終わっちゃったって感じでしたね私の場合あ大きなえー、そうなんだあ部活行ってたのすご 今先生今何とかに入れるっええー、読み上げること <laughs> 一面できるおいいですねえー、その日もすぐ帰ったな帰ってなんかえな何かあった気がするんだよその日だからすぐすぐ家に帰って すぐママとどっかに行った記憶があるけど何だっけなえー、えー、全然覚えてないな <laughs> バレエ部の監督お好みおーいいね記憶ほんと記憶ないね家帰ってもすぐねなんかすぐ家を出発した記憶あるんです一回家帰ってきてママと すぐ家を出発した記憶あるんですけど <laughs> そっから何をしてたかが全然思い出せない <laughs> 何したんだっけえー、待ってめっちゃ思い出したいけどなんだっけカメラロールとかさかのぼればいけるかな <laughs> うんハートありがとうございます流れ星もラビュー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  ラブラブちゃん <laughs> 卒業式にやるねおしゃれだよねおしゃれだよね1年しか経ってないのにね <laughs> 高校卒業後え <laughs> そうなのかなちょっちゃわかんないええー、ね確かに脳の活性化あ同級生と会うのいいねあありがとう 全然思ってない <laughs> うん数字のテスト追試になりそうなぐらいできたかなかった大丈夫だよ <laughs> 全然覚えてないな1年前なのにね寂しいね 記憶って寂しいわ小判ありがとうございます抜けていくの <laughs> あんまり覚えなくていいと思ってたのかな <laughs> でもさ高校卒業してからさ高校時代の友達にワンチャン会ってない説いや会ってない気がするな会ってないかもしれない じゃないかもしれないですね。クシャミがマジで出そう。<laughs> えそそうだ <laughs> 記憶力は別にいい。声見に来てくれる。えー、<laughs> いやいやまあまあ外せライブとかできたらね呼びたいけどね。こ名古屋に呼ぶ勇気はないというか高いから新幹線 <laughs>。 同窓会とかあるのかなそうそうなのやね遠いのやね部活仲間とかね合わないねみんな今何をしているんでしょう <laughs> いやなんか SK 入った時はおめでとうって言ってくれたんですけど何してるかなそうだからね広島で凱旋ライブマジでやりたいですねでもさ ね気軽に来てて言えないんだよね名古屋って <laughs> 実際さだってココアもさ4か月広島に帰れてないから「止めー」えー、いいね。 高校生卒業かえこのさなんか高校卒業してさちょっと暇な期間めっちゃよくない <laughs> めっちゃよくないなんかもう何でもねいいよねその期間も何してたかあんま覚えてないけどねダラダラしてたんかな <laughs> いや忘れちゃったな。 5年前に同窓会したけどみんないろんな人人生そうだよねだってさ今まではさまあまあまあなんていうの週学校に通うってうもう大部分をさそのが学校が時間を占めてたけどさ違う人生歩んでるから面白いよね絶対 <laughs> DMM 見てる人いないと思うオタクしまくったけどいいね名古屋にいる人いなさそう プロ実演していいですかバイトしましまたうんいいねごはん高校生の時はバイトしてたけど逆に高校卒業して辞めたから <laughs> 何してたっけって感じ、ま、えっ、ー、そうなんだあ日向行ったんだえっ、ー、ここ本当何してたんだろうね <laughs> ほんとに記憶がなくて困っちゃうねうんえら <laughs> <の中> <laughs> いよえらいよえらいよこんばんはでもコハはほんとにもう10月くらいから暇だった記憶があるな10月くらいからもう暇だったから <laughs>。 めっちゃ暇な気があるのに何してたんだろうね <laughs> え <laughs> 私の人生で言えないこととかないなホ <laughs> ンと乗っ取られてんじゃないかぐらい覚えてないこんばんはです覚えてないもんですよね <laughs> 確かにガムショット戦ってたのは間違いなさそう <laughs> 12123? 12 月月ぐらい4 5ヶ月暇だったよねヤンキーじゃないよ全然なんか別にそんな表に出るタイプの人間ではなかったから <laughs> あお花配信終わったんだありがとうございます来てくれてゲマットホールはねあのー、ライブさせていただいたことありますゲマットホール1回かなゲマントは 1, 1回かな焼肉屋でうわいいな 一象に残ることしてないね世 <laughs> 界救ったのかな <laughs> 心地いい <laughs> こんばんは何をしてたんでしょうか記憶にございませんた <laughs> だ前に斬新してるから <laughs> 見に行ったらいいんじゃないですか <laughs> えそうワンチャンそう転生して戻ってきたかも遊びには誘えなかったそっかまずねそもそもさなんかさ人を誘えないんだよねだからみんな飛べって言ってるヤンキーじゃないよ <laughs> ヤンキーとはマジでま反対です戻ってきてくれ転生しない <laughs> やばい踊らなきゃあ <laughs> れもいやでもね誘われたらね百発百中多分行きますね断れない性格なんでふっかれそうなんかふっかれじゃないけど断れなくて行っちゃうタイプ <laughs> 誘えないんだよね人とか。 焼き,そば焼きそばパンライスカレーんとか唐揚げイエイか揚げイエイ <laughs> それだよねわかるじゃんうんないよ唐 <laughs> 揚げうんうんうんう <laughs> みんな乗ってくれたあ今日ラーメン食べたいいなあそこえ今遅い時間なのかなつい最近見てたコロッケコロッケいいなコロッケとかマジ食べてないわ最近 やからあげでさ最後にさなんかインコみたいなさ絵文つけるのさちょっとサイコパスだね明日 <laughs> <laughs> も公園だから23時までにしようとちょっと書いてこうええー、もうテロップが反映されなかったよ たたセブンのコロッケ美味しいんだ食べたことないかも焼きそばパンライスカーレーたくあんかフライドフライどうなんだっけキッシンメイイエーイメシ配信じゃないわかんないお酒 <laughs> やばいコロッケ, <laughs> ロッケ美味いしいよ唐 <laughs> 揚げイーイ酢豚酢豚あんまり食べたことないな なんかさ、その今さ、あの、なんか、キャンペーンしてるとこあじゃないですか、s k が。中華みたいな。あれでさ、酢豚のお弁当もあるんですよ。でも、もう、私はサンラータンが好きすぎて、もうそれ以外考えられなかったから、酢豚食べてないんだよね。酢どり酢どり確かに、たくあんだけ。アメリカンドッグ美味しいよね。牛丼、温玉、七味どさー。 一時期ハマったおいしいお姉さんだとイエール <laughs> 待っててイエールやめてイエーイお酒イエーイまあ、でももう,もうやめて言わせないでよ未成年じゃない未成年ではないんだけど一度は食べていただきたいあらびきさええー なんか美味しそうサラミとか好きだよわらびき何がわらびきなんだろう中華好きなメンバーは私ですサンラータン美味しいですよサンラータン麺を食べたことないここはもそ飲めない人だからどこで食べれるのサンラータン あそこだよちょっと名前がわかんないやばい飯テロはよろしくですなんて言われだっけキャンペーン中のとこ <laughs> あの安くなるとこですねマグロのモンブランフーズ氏えーいいなお寿司いいねお寿司イエーイお寿司イエーイ えー、飲めるようになってもさこは飲め飲まない気がするんだよねそしゃ降りあっすいませんあそう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 そんなところ好きな中華料理はぜーんぶ行事は美味しいよねすしすしください かわい可愛くないでしょこんなくしゃみ。<laughs> 優しい。あ混んでる確かにね。丸ないお寿司いいね。勢いが素晴らしいはず。アンニードーフいいね。クしシャしクシャーください。くださいオールマイティー。大きなくしゃみ。 そういえばさ <laughs> あの尾崎セリカさんの応援アカウントでもなんかあのここはがさ今ティーンズユニットの投票を兼できるじゃないですかそれをなんか告知告知っていうのなんか引用ポストしてくださってて尾崎セリカさんの応援アカウントのアカウントで。 <laughs> なんかもうそうなんか私は何もなんかお返しできなくて私はねさきせりかさんからさもうめちゃめちゃいろんなものを頂い,いてるわけですよなんかそう勇気とか <laughs> なのに私は別に何も与えられてないのになんかめちゃめちゃねそうやってこう好意でやってくださってるからもうなんかねちょっともうなんか。 どうしようって感じ <laughs> どうやって返そうなんかありがとうございます <laughs> すごいなんかさ多分このティーンズユニットのさ存在を知らない方にも多分たくさん知っていただけたじゃないですかそのそれで知らない層の方とかにも多分知っていただけたと思うからめちゃめちゃ嬉しくて え、なんかどうしようと思ってね私はどうやって返していこうって感じですね本当にありがとうございますって感じですだからもうみんなもあのありがとうございね本当にありがとうございます, <laughs> ういますそうねご飯が頑張り続ければ大丈夫ですかね <laughs> 本当に優しくてびっくりしましたしかもなんか結構やってくださっててその 何回も優しくてごめんなさいって感じ本当にでも <laughs> ありがとうございますって本当にそういう感じですもう頑張ります <laughs> あのね頑張りますという気持ちになりました急に思い出したので言いました <laughs> ありがとうございます本当に出会いって素敵ですね個人アカウントねあったらね違うんだけどねもう 出会いまで坂の森がえてコンペトありがとうございます頑張っていきますあお帰りなさいませね鉄ナおいいじゃないですかおさきセリカさんの配信は本当にね永遠見てられるおすすめですね。 殺してみてパセリさんとか初めて言ったけど <laughs> そういうのあるよねなんかさそういうのあるくないなんかさなんかちょっと充電充電なくなりましたそういうのあるよねパセリ知ってるのとかいうかもう知りまくってますよ 恩人ですねねそういういのあるよ、ね、なんかさこはもさなんかそれこそなんか STU2.5 期生の岡田あずみちゃんと一緒にオーディション起きちゃった時に本人の前ではあずみちゃんって呼んでるくせにその家とかでママに話す時とかはあずみんとか呼んじゃったりしてなんかそうこはうの,、ね、のことはさみんなさ今はこは、まあ、ちゃんとか呼んでくださってると思うんですけど誰かにいる時は言うん 違う名前で呼んでる人とかいます <laughs> そういうのえそういうのあるよねあるよねパセリさんって言えるように <laughs> いいですねココハちゃんどこでもココハちゃんって言ってるココハティアンって呼んでます <laughs> あココハちゃん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  <laughs> えそういうのあるよねでも <laughs> めっちゃおもろいパ <laughs> ンダちゃんって呼ばれてるの私 <laughs> ココハピョン <laughs> ココハピョン <laughs> あー知らなあーいいいいですねありがとうございますあ確かにねココハだねココハちゃう <laughs> 自分の呼び方あーなるほどねココハたん えー、あなたを見て西妙さんに会いたくなったよバスも結構あるここはそういうのあるよね <laughs> いやお花とかもさ本人にお花って言ってるけどさ誰かと話すきは花なんて言ったりするかなそういうのあるここはだけど知り合いと話すきはここはじゃ 心地いい呼び人さえいいよその由来がヤンキーじゃなければ <laughs> ココハティアンココハちゃんのこと気にしてくれてるえじゃあ好きになっていいよって言ってて「<laughs> 奥野さん」とか言わないで <laughs> いたします丁寧だなあああじゃないのよ「奥野ココハちゃんね」とか言ったりしてああなるほどね 文字にインパクトがあるので恥ずかしくて名字で言っちゃいました <laughs> いいですねいいと思います <laughs> 心地いい <laughs> まさかの好評でした <laughs> 心地いいの <laughs> 由来が全然ヤンキーでなければいいんですけど 伝えてきますすよろしくですココちゃんココハさんココハさん今ここク <laughs> マちゃんホッの人みんなココハちゃん目当てだよねって言われまくったよ <laughs> いい流れ菅原さんのし、ええー、そうなんだ奥のココハさんフルネームに3ココちゃんも辞書登録 <laughs> あわかる相手に合わせるのは本当にあるあるかもえ辞書登録とかありがとねみんな <laughs> 由来がヤンキーはねちょっとココハン読みね確かにねこコはコんって呼ぶのはなんかお花だけだったんですけどさつきちゃんとかもさ呼んでる気がするここはンってコイコイもたまに呼んでるかなコイコイってここはって呼んでるんだけどたまにここはンとか呼んでるね あ,ありがとうございます。え、自称登録してるの可愛い,い。ヤンチー心地じゃないよ <laughs>。奥の子何個つよ。ここ <laughs> え、そう広がっていくよね。ココタン。すきちゃん、呼ぶしねない。ココハ、うんね。うん。<laughs> ココミンは、ココえどういうことココハのこと？ココハって呼んでます。モルタンさん確かにね。今度呼んでみようかな。 今日一緒に知り合いにココハちゃわいい嬉しいそういうのいいねお制服の名待ってますご飯と聞き間違えないよ空気なココはって言ってるねこいこはニックネームで呼び続けるとたまに名前忘れちゃうからマジ働き渡ますまなき渡りえー、そうなんだ年の差ね確かにね でも12期はさ多分ない方だよね年の差が上が制限上も下も制限あったからさもうそもそもなんか決まってるこの狭き門だから <laughs> <laughs> ここ半指最初は花なんだそうだよそうです奥野さんやめてー <laughs> きちゃうえっそうだよねそうだよね年のさだからまああるっちゃあるんだけど年のさ最年長と告白の最年長と最年少だとそんなになんか大幅にはないよねこれかこれかプーニャンかわいいプーニャンあそうなんだそうなんだで告白たちは 2004年生まれが最年長でしょで20002010年生まれが最年少ですか違うかな <laughs> コ,コハ様 <laughs> コ,コハ様呼び捨て令和やばいね令和生まれ 何歳差だ2004年と2010年6歳あ言うて6歳だもんねだって2000年で2010年であってる2010年ね十10年やばいな <laughs> ここは5歳だからここはは5歳差なんだわ指すとファンタジーいやいや 電話えー、入ってくるまで私が絶対にいるからしててくださいコンペーターありがとうございますなぜかだけもうココハの脳が小いやいやえっとね小学校はかってないんですよね学年的にコムタンあよかったココハがいる限り そう、小学校かぶってない世代なんですよ最年長と最年少って不思議不思議早くて6年後 <laughs> そう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 霧かぶってないんだよねだからさ妹よりもさ小さい子とかなんだよね妹が高1だから <laughs> コンペーターありがとうございます12歳妹がこうなのでそう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 ココハとおはんなとさえちゃんが同級生ですねそう全然みんな妹より下なんだよね だから妹がたくさんですよ <laughs> ミレイさんの一個多いじゃないここはの妹 <coughs> そうですね確かにだよねその1個えー、次とかなったらさまた18歳までとかあるのかなもうないのかな みんな妹になってしまったなくなるのかな18歳までってそれともあんのかな<笑>ママ<笑>ママ,<笑>マ,マ<笑>やばいよ <laughs> やるかな ね、ようやく公園いっぱい出れます上限あるかないや18歳かっていうのがね結構ポイント18歳マジでびっくりしたからね同い年がいなくなっちゃうあっそうなんだゆくりんと同い年なんだカラコンウィングウィンク <laughs> こんばんはー チ来るの遅すぎた。うん、うん。来てくれてありがとう。ラストチャンス。ストーリーがあっていい。や、これもラストチャンスだったからね。制限的に。ジャージじゃあめじゃない。これ、詩人だよ。<laughs> いつも鉄のだけ当選します。全然同じしなくてくさ。1応募しちゃうかな。 応募しちゃいましょう生誕生も食べたくなった助手しただけ花粉大丈夫じゃないです <laughs> 大丈夫じゃないです大丈夫じゃないですよそれはもう全然セーフだわこんばんはラストチャンスねありがとうこちらこそ意識したら負け確かに ャラララダまいったねーえ手伝ってたいめっちゃそういやさ生誕のスピーチ送ろうと思ってたけどいつか送ろうとメールで <laughs> ねだい大体二十歳までよねそうももめにいつか送るわ いつかいつかいつかできるね一気に制服の目に行きたくなってうわっ聞いてほしいぜひぜひ来てくださいその時はぜひ告白サイデで <laughs> いやいや制服の目もお腹だよねめっちゃ。 のぎのぎ正解黄色と緑と青ですでは枠投げましょうねだって当然そうなりますよね <laughs> 明日楽しみに、おお、楽しみにー。みんなで制服の目見てください。初恋なの。<laughs> 初恋なの。初恋が泣いている。あめぴやってほしいってめっちゃ言われます。 ながらありがとうございます明日そうだよ明日制服の目だよみんなで行こう制服の目わいいなマイカちゃん見てきますいいなな西妙さんが配信始めたあ席分かったら伝えてくださいみんなで行こうここはじゃんれ あ、23時になっちゃった。あピーいつかやり,やりますね。やりますね。とか言うか <laughs> ではそろそろ終わりたいと思います。明日は制服の目公演ですので、制服の目公演でお会いしましょう。DMM 見てくださる方も待ってます <laughs>。それでは。 おやすみなさーい頑張れありがとうありがとうございましたこちらこそまたねおやすみここちゃんねハーテナ <laughs> バイバーイ